皆さん、こんにちは。今日は最近話題になっているニュースについて、私なりの視点を交えてお話しさせていただきたいと思います。タイトルが示す通り、岸田首相が訪米し、国賓待遇を受けながら未来に向けたメッセージを伝えることに成功したと自己評価している話題についてです。まず、岸田首相が何を言ったのか簡単にご紹介します。岸田首相は、アメリカ、そして世界に向けて、日本として未来に残したいメッセージを伝えることができたと述べました。それは、日米がグローバルなパートナーとして、いかなる未来を次の世代に残 そうとしているのかそのために何をしていくのかということでした特に首都ワシントンとノースカロライナ州での訪問を通じ米議会や米国民さらには世界にもそのメッセージを発することができたと手応えを感じているようですここで私は注目したいのはキサス省のこの企画が示した日米関係の進化と未来へのビジョンです現代の国際政治は不透明さを増しており特にアジア地域では多くの課題が山積していますこのような環境の中日米がどのように連携し世界にどのようなメッセージを伝えるべきかキサス省 このの試みはは大きなな意味を持っていまますすしししかしこのような外交行動には批判や反論も存在します例えば実際に効果はあったのか、具体的な成果は何か、などの疑問が浮かびます。これに対し、私は気殺症の行動が持つ象徴性や、長期的な視野に至った意味合いをもっと深く理解する必要があると感じています。短期的な成果よりも、日米関係の強化や国際社会に対する信頼性の確立など、見えにくい成果に着目することが大切だと思います。最後に、このニュースは私たちに何を示しているのか、 その点に触れて動画を終えたいと思います被殺傷の訪米は単に一つの外交行動にすぎないかもしれませんしかしグローバルなパートナーとしての日米関係の進化未来の世代へのメッセージの発信は私たち一人一人にも重要な意味を持っていますどのようにして未来に貢献しより良い世界を築いていくかこのニュースを通じて一緒に考えていきましょうそれでは今日はここまで長いお話を聞いていただきありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょう